1時から撮影準備していきたいと思います。1日かけて撮影していきます。よろしくお願いします。これ墓入るまでですね。墓入るまでです。そうですね、墓入るまで。で、基本そうですね、演奏ばっかり。そうですね、そしたらちょっと横向きながら、あ、そうですね、なんかちょっと軽く周りにいるぐらいで、はい、で、墓入るのも別にリアクションしなくて大丈夫です。そのまま、そのまま入ってくれればいいですね。リはい、じゃあカメラ回してください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。音お願いします。白指を刺し空想を愛しないで突き刺し、そこに法律おとがめはなし。マスコミによって姿返し、不祥事苦笑し、スクープ垂れ流し、人の人生にすぐに蓋をし、埋葬された事実に口なし。 OK です。あと、でこの5回の演奏は後場の中ありがとう、さよなら、カタカナ、ひらがな、パチンコ、芸者、忍者、侍、将軍、先輩、東京、大阪、京都、すごいね、かわいい、腹切り、やばいね、日本、かわいい、腹切り、やばいね、日本。撮っちゃおう。はい、いいですか。いいですよ。はい、今日は、ミュージックビデオの撮影でございます。ミュージシャン役で、出てくれます。焚き火です。焚き火さんです。よろしくお願いします。はい、で現在ですね、こんな感じの、見えますか。そのままで大丈夫です。グリーンバックでね、ちょっとね、照明で見にくいと思うんですけど、グリーンバックのやつで、今、ちょっとしたシーンの演技をしてもらっております。よろしくお願いします。あ、浜田さんでーす。作家の浜田さんです。よくね、浜田さんが今回のセッティングをね、またしてくださいましたんで。今日ね、光一さんって、一番ね、ブレインの方が、ちょっと、すごい重要な会議でですね、来れなくてですね、残念なんですけど、小市さん見てますか、小市さん、小市さんということでですね、撮影順調に進んでおります。三浦康介はもう撮影終わっちゃったんで、あとはエキストラの方の撮影を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、メイクのムーさんです。ということで今日はね、もう初めて、人生初めて化粧させてもらって、はい、ムーさんに化粧させていただきましたどうぞよろしくお願いします。はい、はい、そして監督の浦浜さんです。どうも、ありがとうございます。あ、違います、これもチャンネルの動画です。監督の浜です。ツイッターに載せます。ということで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。またはい、今はエキストラの、方がですね、アイドルのシーンを撮ってくれております。どうか、どうか、OK、じゃあ行きましょうか。さっきみたいな感じで盛り上がってる感じでお願いします。じゃあカメラ回してください。はい、はい、お願いします。こんな感じで盛り上がっております。浜田さんは撮っております。はい、 OK です。はい、バッチリです。素晴らしい。素晴らしいです。完璧です。完璧でした。バッチリです。完璧ですね。あ、アイドル役の安楽さんです。こんばんは。ありがとうございます。こんにちは。すごい、こう、もうすごいです、ね、ザ・アイドルです ね、 そうですね。もう本当に対比なんですよね、三浦さんと赤と。そうですね、すごい、本当だ。
いいですね、タイム。すごい、これはムービーですね。そうです、ムービーです。なんかもうただただ後でツイッターに載せようぜって。一発 OK で、はい、ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。お願いします。さあですね、現在は今度はエキストラさんたちの、エキストラさんたちでございます。ありがとうございます。本当にですね、この後、また返信されますんで、はい、オーバーランド返信されますんでよ。そう、今もまた、ね、撮影は続いております。すごい、はい、メイクのムーさんで、お疲れ様です。はい、今エキストラさんです。すみません、もう、初めてね、化粧させていただきました。本当にいやもうね、いや大丈夫でした、このやりにくくなかったですか。すごいなんかもうね、なんかどんなになるんだかと思って。あの鼻筋すごいスッとしてらっしゃるから。ありがとうございます。するんですね、逆にどうなんだろうと思って、まあ、ヒゲが濃くて僕はね、あのすごい悩んでるので、はい、なんとか照明の力もありましたね。そうですね、はい、もうみんな、はい、みんなで、あのみんなにいろいろ消されてるんで、こう、また、よろしくお願いします、今後とも。さてさて、今は撮影がリターケース、そんな目の前に後ろ若干至近距離すぎるけど、本当、前から実際あるから、前から実際あるから、横か、もうちょい、結構前か、タクストリートだったら、確かにね、マイクとかがあると絶対ずらしますよね、横に。うん、普通に真ん前には。めちゃくちゃ狭いとことかだったら、確かにその真ん前に置くときとかはある。師匠なのか分かんない。やばいな。パワーワードすぎる。パワーワードすぎる。いいですね。痛そう。最初ね、疲労骨折した。めっちゃ手首もいろいろ、いろんな場所手首骨折して。やべえ、先自殺。先自殺ちょっとパワーワードすぎる。パワーワードすぎる。難しいこれ。で、動きとしては上半身揺らした方がいい。そう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 、難しいこれは。で、足元はさ消えるから、あ、いいんじゃん。どう？めっちゃいいじゃん。一回内山君、さっきのめっちゃ良かったから、ちょっと一回内山君、あ、いや、そのままで死んだふり、死んだこの場です。こっち死んだふり、どんなふり、あ、前にこうやって、あ、そうこれ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 、完全に死ぬ。うわぁ、リアル。めっちゃ上手くん、何やろな。さあ、エキストラさんも入ってきてくれます。はい、よろしくお願いします。あ、もう果たしていいんじゃない、足元映んない。信じなさいってなってる。はい、いきます。はい、さあ、上野康介があまりにもこうタイミングの早い曲をつけてしまったおかげで困っております。
はい、お願いします。はい、OK です。ありがとうございます。ちょっとプレイフレします。動きバッチリだと思います。素晴らしい。どうですか、三浦さん。いや、すごいタイミングバッチリだと思います。いやーでも重たいシーンですね本当に。いやーすごく大事に大事にしなければいけないシーンですね。この国の歌パターンが同じ、愛を歌うとかばかり意図おかしい、ネームバリューだけ実力はなし、2番センチでも問題もなし、技術個性ほとんど価値なし、タブーごとに触れるの禁止、表現者たちは立場厳しい、こういう時だけ法律も厳しい、ネット住民肥満を手余し、一つの意見で手のひら返し、名前隠し疑って潰し、自分がないから思考が停止。はい、まず次のシーンの撮影に入っています。何でしょう、お面がラファエルですスタッフの内山さんです。今日はですね撮ってもらいます隠してますという形で今日の撮影、また今度おっと警察が出てきました。警察がラファエルのお面をかぶっております。これはどういうシーンなんでしょうか。全くもって、まあ僕は分かってますけどね、分かってるんだけど、さあそこの先にはギタリストがいます。さあ果たしてどんな、あー目痛いです、締まりすぎて、多分こういくと合いやすいんで、監督の演技指導が入ってます。そんな思いっきり投げないといいです。はい、もう軽く出てくる時は、はい、で足で、あ、軽く踏んでる、思いっきり踏む動作で、はい、本番いきます。はい、音を出します。はい、OK です。ちょっとチェックします。動きはいい感じです。ちょっとあとは歌詞と合うかちょっと見ます。いいな、警察めっちゃ乗ってるめっちゃシュール、めっちゃシュールすごい首が皆さん楽しみに撮ってくれてるめっちゃ楽しみに撮ってくれてるいいなこういうの、すごい皆さん拍手してる、本当はねこれがすごくいいシーンが撮れてる。はい、 OK です。はい、このシーン OK です。ありがとうございました。さあ監督 OK 出ました。ですね、間もなく、ラストシーンを、撮ったら、今日の撮影終了という、形になります。お、すごい、これはすごい、はい、全員ラファエルです。いやばい、これはやばいねと言うしかない映像ですもうこれはもうみんなやばいねとしか言えません。もう村さんも笑ってる、奥山さんもすごい、もうちょっと全体に刃物です。やばいやつがいっぱい今日はやばい人がいっぱい集まります。カメラ位置も右、さあ最後のシーンでございます。で お辞儀のタイミングはまたさっきみたいな感じで、僕のはいっていうのに合わせてやる感じで、すごい、行きます。本番いきましょう。ラスト。じゃあ行きまーす。はい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 。
わお。なかなかラファエルさんのお面がわがままでございます。本当に平和、争いはなし、おもてなしなんて裏以外はなし、これが僕らの住む島の話。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで皆さん本当にありがとうございます。キトラの方ね。ああすごい。楽しかったです。ありがとうございます。楽しかったです。安楽さんです。もう今日は七変化していただきました。はい。タキピ君も今日はいろんなものをやっていただきました。お疲れ様です。すごいシーンでしたね。あれはどんなシーンになるんでしょうか。ありがとうございます。いやもういろんなキャラクターをやられる、いろんなキャラクターをやられるお二人すごい、どのキャラクターやってもハウっていう。頑張ります。本当にありがとうございました。今日はこのメンバーで撮影を続けてきました、6時間ですね。6時間に及ぶ撮影本当にありがとうございます、ということで動画の完成皆さん楽しみにしましょう。ありがとうございます。さてありがとう。次回お楽しみに。まだ今回来てないっていう。OK ですか。はい、っていうラファーラブと、じゃあ、乾杯です。じゃあ、乾杯行きましょうか。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。